とバラエティ豊かに追加してみました。でももう好きすぎて劇中歌とかも歌えます。ダダーン、えぬこだよ。皆さんはアニメ好きなのは知ってるけど、どこまで踏み込んで話していいかわからない初対面の人と会話するときってありませんか？私はたまにあるんですよね。そんな時に便利なのがこのマイアニメリストなんです。事前にマイアニメリストの情報を交換しておけば、お互いに共通した好きなアニメ作品とかがわかるので、会話のきっかけに最適なんです。このマイアニメリストは日本のアニメファンの方々は馴染みがないかもしれませんが、海外のアニメファンの間ではほとんどの人がやっていると言っても過言ではないサービスなんです。ざっくりと説明すると、自分の視聴したアニメ作品や漫画作品をサービス内で入力していって、自分のお気に入り度を点数で表したり、同じ作品のファン同士でコミュニケーションを取ったりするアニメファンのためのサービスなんです。好きなアニメについて語れる場があるって幸せですよね。今回はマイアニメリストを紹介しつつ、今までの私のアニメ遍歴をマイアニメリストを使って語っていこうと思います。それでは早速いってみましょう。まずマイアニメリストの基本的な使い方ですが、カテゴリーを分けて自分の見たアニメをリストに追加していきます。その後は各作品ごとにスコアをつけたり、好きなキャラクターをお気に入りに登録したり、はたまた声優やアニメ監督をもお気に入り登録して、サイト内のファンクラブで語り合ったりと、ディープな楽しみ方もたくさんできるようになっています。いろんなアニメに出会えるランキングがあったり、ユーザーコメントやおすすめから自分の趣向に合ったアニメを探せたりと、アニメファンにとってはかどる情報が溢れています。定期的にチャレンジ企画なども開催していて、アニメファンにとって常に刺激がもらえる場にもなっています。熱意あるアニメファンたちで立ち上げられたというベースがあるからこそ、こうして活気のある場になっているんだなって感じますね。それではそろそろ公開しましょう。こちらが私のマイアニメリストです。まあ1話だけ見た作品だったり、まあまだ最後まで見れてない作品を全て、追加しきれてないかもしれないんですけども、でもこう見ると本当にたくさんのアニメ作品を見させていただきました。結構懐かしの作品から、もうついなんかコンクールとか全クールの作品だったり、なんかいろいろちょっとバラエティ豊かに追加してみました。最近TikTok でなんかアニメオタクが選ぶアニメランキング100選みたいなのに、フルムーンを探してがなんか3位ぐらいに来てて、それにすごいびっくりして、私もすごい大好きだったので、でももう好きすぎて劇中歌とかも歌えます。12大戦とか面白かったですよ。12使たちが最後の一人になるまで戦うっていう。キンプリはアレクサンダーが好きです。ちゃんとレビウスを入れてます。ネットフリーアニメのレビウスすごい綺麗なので、ぜひ。いやー、なんか懐かしいアニメとかもあって、いろいろと思い出が蘇りますよね。ちょっとだけ私のアニメ遍歴を話しますと、小さい頃はデジモンだったりポケモンだったり遊戯王、まあセーラームーン、お邪魔女ドレミーとかもたくさん見てて、と当時アメリカに住んでいたので、日本にいる、おばあちゃん羊から、まあ、VHS を毎回送ってもらったり、あと、まあ、近所に住む同じ日本人のお姉さんから VHS をもらったりして、結構アニメに触れてきたんですよね。当時アメリカでも放送されてたりもしましたし、まあ、VHS でいろいろなアニメを見たりとかして、時々そうやって見比べたりとかするのも面白かったです。そんなアニメ生活から今度は一転して、中高生の時はインターネットが普及してたので、いろんなアニメや漫画の情報に触れることができるようになったんですよ。友達から
漫画を借りる文化があったりとか、あとまあアメリカの本屋さんでも英訳された漫画が置いてあったりとかして、簡単にアニメだったり漫画が読める環境でしたね。まあ、中高生の時に一度夏休みに日本に遊びに来た時があって、その時に初めて自主的に買ったアニメグッズが確かブリーチの筆ヶ谷藤四郎さんのうちわだったんですよその後多分もう高校生か大学生の時にはもう初めてのアニメイベントにも行きました、参戦しました。確か最初はデジモンの8月1日のフェスだった気がします。でその時は一緒に行ってくれる友達がいなくて一人で初めてなのに一人で参戦した記憶があります。でも温かい空間ですごいデジモンを楽しめて、すごいいい思い出でしたね。そして社会人になった時にアニメが大好きな、ハウスメイトと一緒に同居しまして、その影響もあってどっぷりアニメにハマりました。長期の休暇があるとしたら、ツイッタートレンド大賞でも紹介していたエヴァンゲリオンをヘイハーキューみたいな感じジョーハーキューみたいな感じのジョーハーキューをちゃんと見て、その後新エヴァンゲリオン劇場版新エヴァンゲリオンをちゃんと見たいなって思いました。あ、声の形を劇場に見に行って号泣でしたねあとまあ魔法使いの嫁とか、あ、プロメアも好きでしたね。あと進撃の巨人も割とここ数年で一気見をしましたね。アニメ好きを本当に生活に取り入れているハウスメイトがいてくれたからこそ、そのアニメを楽しむ、その私生活で楽しむっていう素晴らしさだったり奥ゆかしさだったり、いろいろなことを学ばせていただいて、で今でも気づいたらアニソン縛りでカラオケ歌ってたりとか、やっぱりどうしても見てほしいアニメ作品を一緒に一気見したりとか今でもしますね。で今でもなんか一緒にアニメコラボカフェに行ったりとかします。でこうやって、まあ、自分の見てきたアニメをリストで見ると、やっぱ自分もなんか大人になったんだなとか、いやこんなにアニメ作品見たんだなみたいな不思議な感覚になりますね。でも、まあ、こんなに、まあ、このアニメ作品たちのおかげで今の自分があるって思うような誇らしさも感じられますね。こうやって振り返ると、あ、またこのアニメ見直したいねとか、あ、このアニメのこの劇場版見てなかった、見なきゃみたいな、そういう発想にすぐなるのですごく便利だと思います。はい、ということでマイアニメリストの使い方と私のアニメ遍歴をご紹介しました。自分の見てきた作品をスタンプ帳みたいに使えるだけじゃなく、アニメに関わるいろんな情報を一挙にゲットできるマイアニメリストは、本当にアニメファンにとっては必需なサービスだと思いました。私のアニメリストを詳しく見てみたい人は概要欄からフレンド申請してみてください。それではまた次回お会いしましょう。またねー。